ステゴサウルスの尾のサゴマイザーサゴマイザーは、賢竜類の恐竜に、特徴的な4から10本の王の先のスパイク状の構造のことで、個性物学用語である。これらのスパイクは捕食者から身を守るための武器として、使われたと考えられている。サゴマイザーの名は1982年に、コミックアーティストであるゲイリー・ラーソンが、ザガーサイドというカートゥーンの中で用いたのが最初だった。 それが次第に科学的な研究や教育の場でも正式に使用されるようになった。スパイクは1914年にギルモアによって提唱されたように単にディスプレイとして使用されたのか、またはバッカーが唱えたように武器として使用されていったのかで議論されている。バッカーは権利類のオシには他の長板類と違って国家した剣がないためはるかに柔軟性があり、 サゴマイザーを武器にしているとしか考えられないとした。彼はまた、剣竜類の後足が、前足と比べて大きく発達している点について、強い力で尾を振り回す際に踏ん張ったり、体の微速の向きを機敏に変えるための進化であると、説明した。ケントロサウルスの模型を使った分析では、尾は、体の側面の位置まで曲げることが可能で、おそらく捕食者を攻撃できたことを示した。 2001年、マクウィニーラによって、サゴマイザーの強度などの研究が行われた。それによると、サゴマイザーには相手に、致命傷を負わせるだけの威力があったことが示唆された。この研究結果は、サゴマイザーが、捕食者との戦闘に使われたという説を指示する。護身用の武器だったことは、ステゴサウルスの標本でもその証拠として記載されたことがある。 アロサウルスのオシーにあった思想のチーコンに、ステゴサウルスのサゴマイザーがフィットしたとされた。ステゴサウルスステノプスステゴサウルスステナップスは4本のスパイクを有する。それぞれが約60から90センチメートルの長さである。この構造が武器であったことの発見は、ステゴサウルスステノプスだけでなくいくつかの種で行われた。これらのスパイクは尾に対して平行に伸び、 よく復元されるような垂直に伸びることはなかった。1877年にマーシュが記載したステゴサウルスアルマトゥス・エス・アーマータスの尾にはステノプス種と異なり8本のスパイクがあるとされた。しかし現在の研究では本種でも4本だったことがわかっている。ちなみにアルマトゥスダネは標本の保存の悪さから独自性が否定されている。ありがとうございます。